やばいやばい、急いでバラを赤く塗らないと。お、誰かいるんだぞ。おっと危ない、塗り残しは首が飛ぶぞ。ん？君たち何か用？それ何してんの？これ見ての通り、バラを赤く塗ってるだけだけど。え、なんでそんなこと。うーん、反応がフレッシュで可愛いね。ってよく見たら、君たち昨日10億マドルのシャンデリア壊して退学騒ぎ起こした新入生じゃん。俺たち卒業までシャンデリアのことずっと言われそうだな。しかも君はその日の晩に寮長のタルトを盗んで罪の上塗りをした子だ。学校中で話題のニューカマーと朝一で会えるなんてラッキー。ねねねね、一緒にシャメ撮ろうよ。イエーイ。あ、これマジカメあげていい？タグ付けしたいから名前教えてよ。デューススペードです。エース、グリムとその子分なんだぞ。ほい、アップ完了っと。あ、俺はデュースちゃんたちの先輩で3年のケイトダイヤモンドくんです。ケイトくんって呼んでね。ケイくんでもいいよ。ヨロヨロ。あ、君噂のオンボロ寮の監督生になった子だよね。よくあんなとこ住めるね。暗そうだし、マジカメ映え最悪って感じ。ほんと同情する。こいつさっきからちょいちょい失礼なんだぞ。って話し込んでる場合じゃないんだった。パーティーの開催は明後日、遅れたら首が飛んじゃう。ねえねえ君たち、バラを塗るの手伝ってくれない？つか、なんでそんな変なことしてんの？だってパーティーの日のバラは赤がフォトジェニックみたいな。俺次はパーティーでやるクロッケー大会のためのフラミンゴに色をつける仕事があるから忙しいんだよね。フラミンゴに色をつける？変な仕事ばっかりなんだぞ。つまりエースが盗み食いしたタルトは寮長の誕生日パーティー用だったんですね。だからすごく怒ったと。にゃ、違うけど。違うんかい。じゃあ誰の誕生日なんすか？誰の誕生日でもないよ。あさっては我が寮伝統のなんでもない日、おめでとうのパーティー。誰の誕生日でもない日を選んで寮長の気分次第で突然開催されるティーパーティー。なんだそりゃ。とにかく理由はあとあと。今はバラを若くしてくれればいいから。デュースちゃんとグリムちゃんは魔法でやれるよね。エースちゃんと監督生ちゃんは魔法が使えないから、これペンキ。魔法で色を変えるですか？そんなのやったことねえんだぞ。オッケー、大丈夫、リラックス。なんとかなるなる。寮長に首はねられたくなきゃ急げ。想像以上に容量悪いな君ら。つーか、バラは白いままでもよくね？綺麗じゃん。こればっかりは伝統だからね。なんでもない日、おめでとうパーティーの日のバラは赤。クロッケーはバットに七色のフラミンゴ、ボールにハリネズミを使うのがお決まり。あー、でも春の庭でやる花たちのコンサートではバラは白。これも大切なポイントだよ。変な決まりばっかりなんだぞ。これはグレートセブンの一人、ハートの女王が決めたルールなんだって。リドル君は歴代寮長の中でもかなりガチガチに伝統を守ってる真面目な子だからね。ま、ちょっとやりすぎなところも否めないけど。あ、そうだ、俺もこんなことやってる場合じゃなかった。寮長に話があるんですけど、まだ寮内にいます？ん？まだいる時間だと思うけど。ところで寮長のタルトを盗んだエースちゃん、お詫びのタルトは持ってきた？え？いや、朝一で来たから手ぶらすけど。あっちゃー、そっか。それじゃあハートの女王の法律第53条、盗んだものは返さなければならないに反してるから寮には入れられないな。はあ？なんだそりゃ。この寮にいるからにはルールに従ってもらわないと。見逃したら俺も首をはねられちゃう。悪いけどリドル君が気づく前に出てってもらうね。それじゃあタルト持って出直してきてね。バイバーイ。学園のメインストリートにグレートセブンの石像が立ってたじゃん。あの7人に倣ってこの学園には7つの寮があるんだよ。あ、げっ、あんたは今朝の俺様たちを騙してバラに色を塗らせたやつなんだぞ。騙したなんて人聞き悪いな。俺もやりたくてやってるわけじゃないんだよ。寮の決まりだから仕方なくやってるだけで。めちゃくちゃ笑顔でしたけど。まあまあデュースちゃん、寮の外なら例のルールに従わなくていいし、今のケイ君は
後輩に優しい先輩だから。まあまあ、せっかく同じ寮に入ったんだから仲良くしようよ。トリマアドレス交換で。え、スマホ持ってないの？マジヤバ、天然記念物並みにレアじゃん。最新機種安くしてくれるお店紹介してあげるよ。今度スマホ選びデートとかどう？ケイト、新入生が引いてるからほどほどにな。ごめんごめん。で、寮の話だっけ？いいね、会話がフレッシュ。何でもお兄さんたちが教えてあげよう。そんなハートの女王をリスペクトして、我がハーツラビル寮生はハートの女王のドレスの色である赤と黒の腕章をつけて、ハートの女王の作った法律に従うのが伝統ってわけ。どれくらい厳しく伝統を守るかは寮長の気分次第で、前の寮長はかなりゆるゆるだったんだけどね。それな、運動とか格闘が得意なタイプが多い寮なんだよね。肉体派っていうか、いかつい鬼系っていうか。黄色と黒の腕章をつけてるのはサバナクロー寮。どっちも頭脳派ぞろいって言われてる。筆記テストはそこ2寮がデッドヒートって感じだよね。あ、でもスカラビアの寮長は勉強はそこまでって感じで、女の子といえば西校舎の肖像画ロザリアちゃんはなかなかレベル高いよ。興味あるなら紹介するけど、お見合いパーティーセッティングしよっか。あ、いらねえっす。ロザリアちゃん可愛くても平面なんでしょ。イケてるなら平たくてもいいじゃん。ま、ポムフィオーレは顔面偏差値&美容意識半端ない連中ってことで、寮長もフォロワー数500万人いるマジカメグラマーだよ。そうでした。で、次はイグニハイド寮だけど、青と黒の腕章のやつ、この辺には座ってないな。あそこの寮、なんかみんなガード固くて、俺も友達いないんだよね。妖キャラ揃いのハーツラビルとは正反対っていうか、ディアソムニア寮は、いたいた、あの食堂の奥の特等席に固まってるメンツ、黄緑と黒の腕章が目印。あそこはなんつうか、超セレブっていうの？俺たち庶民が話しがけづらいオーラ放ちまくりなんだよね。寮長からして近寄りがたさマックスっていうか、マレウス君は正直ヤバヤバのヤバだよね。つか、それを言うならうちの寮長も激ヤバなんだけど。おっと、リドル君、今日も激ヤバなくらい可愛いね。ケイト、あまりおしゃべりが過ぎるとそのよく回る口ごと首を跳ねてしまうよ。いやいや、勘弁してよ。寮長は入学して1週間と経たずに寮長の座に着いた。少し言葉がきつくなりがちだけど、寮を良くしようと思ってのことで、根は悪いやつじゃないんだ。根がいいやつはいきなり他人に首輪つけたりしないんだぞ。リドル君のユニーク魔法は、他人の魔法を一定時間封じることができる魔法。その名も、魔法師にとっては魔法を封じられるのって首を失うのと同じくらい痛いからね。ってわけで、寮内ではリドル君のルールには逆らわない方がいいよ。そうだね、ハートの女王の法律第53条でそう決まってるからさ。あと、リドル君は特にホールケーキの最初のワンピースを食べるのを楽しみにしてるから、きっとホールじゃないと許してくれないよ。仲良くしようとか言っといて、そこは見逃してくんねえのかよ。それはそれ、これはこれ。じゃあ作っちゃえば。あのタルトも全部トレイ君が作ったやつだし。まあまあ、みんなで作ってみんなで食べたら絶対美味しいって、思い出作りってやつ。お料理ブロガーデビューもできちゃうかもよ。おつおつ。お、タルト完成した。デコレーションかわいいね。マジカメ映えって感じ。1枚撮らせて。ああ、あんた今さら何しに来たんだよ。かわいい後輩たちが頑張ってるかなって様子見に来たんじゃん。ん？めっちゃ疲れた顔してるし。慣れないことすると疲れるよな。というわけで、疲れた時には甘いものだ、出来たてマロンタルトを召し上がれ。やったー！ってケイト先輩、やっぱ完成見計らって食いに来ただけじゃん。まあまあ、味見がかりってことで。うまーい。そうだ、ねえねえトレイ君、あれやってよ。俺はラム肉のグリル、ディアボロソースかけ。面白いでしょ。これ女の子とお茶するときに鉄板で受けると思わない？あら、トゲのある言い方。トレイ君ってば、新人ちゃんに甘くない？いいなね、監督生ちゃん、俺も言っていい？お前はダメ。チェッ、下げぽよ。
どうかしたのか？もう大丈夫だ。俺が寮長に話をしてくるよ。お前たちは部屋に戻ってろ。じゃあ、俺は女王様のご機嫌取りのためにお茶でも入れてきますかね。悪いな、ケイト。そうだ、紅茶は避けてハーブティーにしてくれ。確か第153条で夜のお茶について決められてたはず。あいんよ、オッケー。おはよう。昨日のお泊まり会は楽しかった？枕投げとかトランプとかして青春しちゃった？それじゃあ早速、昨日作ったタルトを持ってリドル君に謝りに行こっか。つか昨日のトラブルで今人手が足りてないから急いで来てほしいんだよね。人手？ううん、こっちの話。じゃあ何でもない日のパーティーに向けてレッツラゴー。